第28回全日本大学女子サッカー選手権大会は2019年12月24日から2020年1月19日にかけて兵庫県と東京都で開催された全日本大学女子サッカー選手権大会である。別称はインターカレッジ女子サッカー。今大会は JFA ユースデベロップメントプログラム対象事業リストから外れているが 自動プロバイダーのモルテンが引き続き協賛として運営に関わっている。大会のコンセプトは私を見て。日程は5年連続の年またぎ開催。過密な試合日程に関しては課題が残っている。基本的に大会実施年度の JFA サッカー競技規則に従う。参加チームによるノックアウト方式で2年連続で3位決定戦を行わない。 その他の事項については、女子大会部会において、競技の上決定する。主な大会独自規定時間内で勝敗が決しない場合は、PK 戦を行う。時間内で勝敗が決しない場合は延長戦20分を行う。延長戦でも勝敗が決しない場合は、PK 戦を行う。関東地域所属チームが5連覇しているため、出場枠は昨年と同じ振り分けとなった。 太字数字は、シード、太字チームは優勝経験校。社体字は、シードチーム。なお、一回戦での同地域同士の対戦が、避けられている。準々決勝提供、平成大学、V キビ国際大学静岡産業大学 V 日本、体育大学大阪体育大,大学、V 東洋大学筑波大学、V 早稲田大学社体字は、兵庫ラウンドでのシードチーム。 試合会場は、味の素フィールド西川岡。準決勝提供、平成大学 V 日本体育大学大阪体育、大学 V 和稲田大学決勝戦日本体育大学、V 和稲田大学、フェアプレー賞は、準決勝進出チームの中から選ばれる。2012年以降、ノーシードからの優勝は、日本体育大学が初である。上位を抜粋。テレビ放送はなくなったが、 東京ラウンドを YouTube のヤファットブチャンネルでライブ配信した。ありがとうございます。